どうも見取り図です。今日はね、はい、まあ、僕たち吉本興業の人間なんですけど、はい、まあ、大阪吉本じゃないですか、うん、今、うん、東京吉本本社にやってきました。乗り込んでいる、はい、見取り図が東京本社勝ち込みきました。まあ、お笑い好きな人は結構知ってると思うんですが、はい、この東京本社っていうのは学校、元学校を、ね、会社にしたという。この中庭とか何回も見たことあるんですよ。見たことある。この中庭見てください、 YouTube とか。なので、まあ、僕ら大阪の田舎も東京本社ツアーしてみますか。いいですね、やりたい。てか正直俺もあんま行ったことない。そうそうそう、偉い人多いからあんま歩けん。確かに奥まで行ったことない。だっておはようございますって感じで、偉い人の偉い方かもしれない。偉い人がね、分からんけど寛大さし、それはギャルのパンティーです。その色、そのタイプのギャルのパンティーの見たことある。イケイケのギャルのパンティーじゃないですか。その色、ギャルのパンティー履いて自分で塗ってこれにしてるわけだ。あ、そう、見たことあるから。でギャルのパンティーなんやなってほんまに思ってたやったら言うな。後でこっそり言う、バレるって。注意する。バレるからやめといた方がいいよっていう。でちょっといろいろ回ってみたいと思います、はい。この辺は元体育館。これ今東京吉本ってすごいこのでかい施設にギュッとしてるやん。大阪って逆にね、 NGK があって、その上に本社があって、でその横に本館とかあったり別館とかあったり、近くに NSC やったり漫才劇場あったりと。あの辺って千日前という名の吉本町やね。実は吉本の建物めちゃめちゃあるっていうのが大阪やねんけど、お前ちゃん、このしょうがしょうね、それ言ってくるやつ、ね、地元なすも捕まえられんじゃん。うわ、しょうね。中国の税金の件とか、中国の税金吉本すごいすごいですえ、そんな仕事でも大阪じゃないんだよ、東京のレベルはすごい。ちょっと回ろうか。ポスター、吉本関連のね、いろんなフライヤーだったり、そうですね、展開する展開、広辺の千鳥の展開番号になってます。あ、藤原さん、大阪チャンネルの知らなかった。東京本社は自販機4つもある。大阪のナンバーの集めて2004つらい。そんなわけない。ギュッと集めてなめんなよ、お前南なめんなよ。千鳥さん多いな。やっぱり千鳥さん多いね。千鳥さん関連、バイクさんの、あ、バイクさんのね、小説も見て。うわ、千鳥さん、直美、友近さん、はあ、いろいろ。これラインパチですか。いわゆるラインパチじゃない。ラインパチじゃない。どれですか。これは武田構造です。あ、ラインパチじゃないですね。ほぼラインパチです。体もあいつあんないから。ちょっと安心しますね。あ、大阪で、あ、東京で清志を見れたらちょっと安心します。大阪のトップですか。そして僕らが今日借りてるのがこちらですね。元学校ですからこういうのが全然残ってて、この高校学校いらんの。打ち合わせとかも使われへん。ではいきます。そんな感じで、あ、どれか。僕らも晴れるようになったか。ありました。東京吉本でも僕らを見かけること、ちっちゃいけどね、でも嬉しいですね、なんかここに貼られるって。なるほど、ナオミはもうサイズが、ナオミ自身のサイズもポスターのサイズが、イグジットのね、イグジットはそりゃそうですよね。リリーやばい、すごいな。東京吉本は会社の中にファミリーマートがあります。そこも知らなかった。ちょっと中はね、あれですけど、ほんまに言うたらコンビニですよね。すごいね、めっちゃ便利な。タバコも売ってる、お、ATM ある。東京の ATM 使うと楽しい。いつでも金借りれるよ。使えなさい。あ、いけるんよ。そらいけるよ。別に普通の ATM ですからね。なんなんこの時間、 ATM 使えるかどうか試す。使えるって、使われへん ATM とかないから。踊り忘れにご注意ください。
顔もする。ありがとうございました。20までわけだわ。引っ張って。ちょ、お前さ、東京吉本でなんで20を下ろすって何に使うねん。東京の金持って帰れ、大阪に。逆に一瞬やからし。じゃ東京の空気に触れた。何するつもりだ、東京で。いや、いるから、使う可能性。シュプリーム並ぼうとしてる。ギリギリ入るな、ダウンとか。いやいや、おい、リリー。はい、東京本社やば。食堂は。俺今400個いけない。これやって業者400食いけるから。え、フルマンの社員の皆さんにちょ、せっかくやから、まあ、中はね、あんまり映せないんでちょっといただこうか。で、テラス席で食べよう。じゃあ、日替わりちょっといただきたいと思います。はい、少々お待ちください。一人ずつご案内しております。まだメイン届けてくれる。あ、飲みましょう。どうしよう、タバコ。ちょっと、中庭で食べるのかな。中庭で。もうすごいですね。これなんぼって500円。すっ、マジで大阪もあってほしいな。そうですね。ほらメイン持ってきてる。でもこの部分安い。俺ら言うたら中央圏の出前頼むかの、こっちこっちっていうね、ダブルアートしんべヱがやってる居酒屋のお弁当。ペレットの肉やりたいです。ペレットの肉です。本当はお魚をお待たせいたしました。すいません。お魚、はい、何ですかこれ。サバですか。はい、サバのみりん醤油焼きになります。 ありがとうございます。はい、すっごい、これで500円。めっちゃ安くない。ちょっとインサート取るか俺。すごい、これで500円。カレー、カレー、カレーついて、カレー食べ放題ですよ。カレーとかサバ塩焼きサラダもついて小皿もついて20万億なダメなじゃポケット膨らむから20万ポケット膨らむからちょっと起きやすい。お前それなんでずっと東京吉本で20万握りしめてんの。別にかませてないで。20万なんかで俺東京にはビビってないぞという。1000万ぐらいのアタッシュケース持ってたらあれやけど。全然いいよ。魚からしていただきます。あ、めっちゃ美味しい。これ500円マジで最高。芸人のおっさんはみんな野菜取らんから。いいね。すいません、すいません。 しっかり食べるんで食べる大きいですから。ちょっとだって見とかな。普通2人で食うんだけど今回ちょっと俺1人で。結構さ、もうサラーとか食ったら次行こう。いや全部食うよ。これサブヒー。いや、俺もサブヒー、それは。いや、俺まだこのガン取れるもん体に入れてきてる。確かにね。俺何この時間、後ろで相棒が食ってるのずっと見たこと。結構まったりさせてもらってるな。いや、本当に満足ですよ。東京本社すげえ。ご飯も食べて、コーヒーも飲んで。普通に暮らせるよ。いや、ほんまっていうか広もコンビニは。テレビ視聴率すごいね。ナオさんだ。山本さん、滋賀県警の。すげえな。すごいな、地元ですからね。すごいっす。すごいわ、山本さん。あれ俺もポスター貼られてるよ。ちゃんと全然違う。え、違います。でもこのパロディはしてほしい。俺の付けが違いすぎる。2階もいろんな部署があるんですけど、やめとくか。まあさ、ちょっと誰がおるかも分からんし、めちゃくちゃ怒られるかもしれないし、やめときましょう。この次は階段で終わり。うん、またね、ちょっと許可取れたらまた時間とかゆっくりできたら、2階とかちょっとずつ他
岡本社長を先会長のところに近づいていこう。最終的に社長室か、社長室ゴールですか。東京本社ツアー第1章ここで終了です。どうだった、俺も一緒に出てくる。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。東京の喫煙所最高や、開放感あるし。東京の喫煙所開放感あってなって今話してたでしょ。やっぱ東京ちゃいますよ。たまたま隣に座った人見てください。まずチャンピオンですいますよ、喫煙所にはチャンプは。東京本社に来ると喫煙所でチャンプと一緒になれる。今何の何で来てた打ち合わせ終わりだね。あいいた、チャンピオンになると打ち合わせが入る。ルミネの合間に来てますさっきまでサバのみりん焼き食べてたのと大違いだね俺らとちなみに同期です、うん、同期です。いいね、やっぱタバコ吸ってるとこ流せるっていいよと。僕もタバコの YouTube やろうかなと思って。人ないんタバコ吸ってる、あんまりいないんじゃない。確かに村上君パッと見座んなさそうやな。むちゃくちゃヘビーだからよう一緒なもんな、きつい。むしろヘビーヘビー